バンダイ86、フィギュアライズスタンダードレーナです。こちらのポーズは小説の一巻の表紙をかたどったちょっと今ポーズで飾っています。そしてほとんどキットそのままで組み立ててるんですけれども、こういう手のところとかにちょっとこう赤いこうなんていうんですか、影をシャドウとか入れたり、あと口のラインですね、そこに入れたり、あとこの髪の毛のこのちょうどこのへこんでる部分ですね、こういうところに青いちょっとこうシャドウを入れたりしてやっています。それ以外はほぼシールとか元々の成形色でやってまして、あとまあこういうベルトの黒いラインとかは墨入れでこういうふうにしてやります。で稼働するフィギュアなものですので、まあ組み立て式ですけれども、こうやってまあ首が動きます。で髪のこういうところ、まあちょっと、こういう感じですね。で、まあ、肘が曲がりまして、こう肩が上がったり、ここがこういうふうに上に動いたりします。あと、こう、ちょうどこの上半身のところで、こういう前後の動きができるようになっています。あと足も、ここのももの部分ですねが動きまして、膝もこのように動きます。でここまで動きます。足首はまあちょっとこうこのぐらいな感じですね、動きとしては。あと少しこういうふうに動きます。でまあ、こういうふうに少しこうここの位置でこう足が回転 しますので、まあ、あとはちょっと足の開き方や膝の曲げ方で少し表現を変えられるようにできています。で手首もこうボールジョイントになってますので、少しこう引き出し気味にすれば結構動きます。でこちらも同じく肘が動いて、この二の腕のところでもこう腕が回るようにできています。結構こう割と動く場所は多いです。でスタンドもこういうのがついてますので、これで割と安定して飾れます。少しちょっと立ちづらいポーズを作っても立たせることがこうできます。穴に刺すタイプじゃなくて、こういうフック状のタイプのスタンドになっています。あとまあこれ帽子をかぶってる状態になっちゃってるんですけれども、あとはこういった帽子を取ったバージョンの、頭部、あとこう帽子をこう手で持つ、こういったのも、できますので、いろいろ遊べますから、これで楽しんでみてください。